この派遣の高卒不死家庭貧乏人が、地位も能力も低いくせに一丁前に俺に立てつくつもりか。自分の身の程をわきまえてから発言しろ。役員も参加する大事な会議の場、社内に響き渡る罵声を浴びて、俺はひたすら我慢していた。俺にはやらなければならないことがある。こんなことで諦めてる場合じゃないんだ。俺の名前は柳田樹。とある商社に勤める派遣の営業マン。父子家庭育ちの26歳。この会社の課長である大城光彦さんはとてもリーダーシップがある人で、しっかりとみんなをまとめ上げてくれている。そのおかげもあって、明るく楽しい雰囲気の職場でありながら、緊張感もしっかりある課になっていた。その他にも先輩と後輩の距離感が近く、サークルの仲間といった感じすらする。仕事は基本的に定時で上がることができた。繁忙期の時には多少なりとも残業したりするが、苦になるような環境ではなかった。俺にとって転職と思えるような環境だった。俺には同期入社で島崎亮太という親友とも呼べる男が一人いる。そいつは他の人と比べても仕事への適応能力が頭一つ分飛び抜けている。営業の成績も毎月余裕で上位に入っていた。しかし本人はあまり仕事に対して情熱を抱くタイプではなく、基本的には楽をして過ごしたいタイプの人間だった。マイペースな人物だが、そのゆとりのおかげか、繁忙期の時期にはみんなにとってとても頼りになる人物。いろんな人の仕事や作業を手伝って回れることから、遊撃隊長と呼ばれたりしている。ある日、その亮太と飲みに行った時に昇進の話をしたことがあった。大城課長が今期で営業部長に昇進することが決まっていた。それに伴い大城課長は後任として亮太を推薦していたそうだ。面倒事は嫌だから、いつきお前がやるよ課長、と亮太には言われていた。俺にも他にやりたいことがあるから、いやいや俺は派遣だし断っておくよ、と返した。亮太はそっか、とあまり気にも留めずに大城課長の昇進を祝って二人で乾杯をした。大城課長が昇進し後任者が決まった。俺も含めみんな亮太が課長になるものだとばかり思っていたが、違うようだった。他の大企業から転職してきたエリート大学卒の柴田義雄という男が課長の椅子に座ることになった。最初は能力のある人が課長に就くのなら問題はないなと納得し受け入れていた。亮太本人も自分が選ばれなくてほっとしている様子だった。柴田就任の日、彼は挨拶でかなり上から目線な物言いをしていた。自分は大企業から来たエリートだと言って遠回しにみんなのことを見下す発言をしていた。誰もが嫌なものを感じて表情を曇らせていたことだろう。俺もその一人だった。そんな後任者の柴田を見て亮太が、なんだか嫌な予感がすると不安をぽつりとつぶやいていた。柴田義雄が就任ししばらく経ったある日のことだった。亮太の予感が的中した。いつも通り仕事をしていると急に大声で呼び出されたりする。何事かと思って行ってみると、課長がするはずの仕事をこっちに押し付けてくる。ちょっとでもミスをしたり時間がかかったりするとすぐに大声で怒り出す。他にも彼の機嫌を損ねたり少しでも反発するような態度を取った人は、事務作業を普段の業務に上乗せしたり掃除などの雑用を押し付けられたりと、やりたい放題をしていた。これらのせいでみんなの作業効率はかなり悪くなっていた。地獄の日々の始まりだった。そんな職場環境が半年以上続いたところで、
家内はすっかり冷めきった雰囲気になっていた。以前まではみんな時々気を緩めて雑談をしたり、お菓子をつついたりしていた。それがその後の英気につながっていたのだ。しかし今では少しの死後も厳禁、飲み物の摂取すらも許されない環境になっていた。合間の一息だって注意されるようになっていたのだ。みんな目に見えて疲労が蓄積しているのが分かった。そんなある日、亮太と帰りに飲みに行った。その時に彼が、俺あの会社辞めようかと考えているんだと話し始める。いつきやみんなのことは好きだけれども、あいつの下で働き続けるのはもう無理だとビールを一気に飲み干し愚痴をこぼす。ちょうど転職サイトで条件が良い会社を見つけたらしい。けど結局のところ辞めるかどうかについては悩んでいるとのことだった。大好きなみんなと離れてしまうのは胸が痛む。しかしあの環境の中で我慢し続けていたって何にもならない。くどくどと文句を言いながらビールを飲み続ける亮太。確かに亮太は課長から目の敵にされていた。涼しい顔して仕事を終わらせていると、課長は自分の仕事を次から次へと押し付けてくる。しかし、それはあくまでも課長がやるべき仕事なのでと、亮太は断り続けていた。その日から課長は、亮太へ嫌がらせを始めるようになったのだ。あえて面倒な仕事を任せたり、上司の権力を振りかざし、無理やり彼に雑用を押し付けたりしていた。亮太が自分の仕事に専念する時間を奪うようになっていた。俺はそんな亮太を気にして彼の仕事を手伝ったりしていた。そのことが課長に知られると、俺にも同じように嫌がらせをしてくるようになった。正直みんなから頼りにされていた亮太が辞めてしまうのはとても痛かった。だが亮太ほど能力がある人物があのような場所で実力を発揮できずにいるのはもったいないことだった。だから俺は転職するか悩む亮太の背中を押すように彼にエールを送った。それから2ヶ月ほど経過した。亮太は会社を去り他のところへと行ってしまった。その日以降、亮太に向いていた課長の嫌がらせは俺に集中するようになった。しかしそれで周囲の人間が火の粉をかぶらなくてもいいのならと、俺は耐えることにした。亮太を失い、孤独感を覚えるようになった俺は、ストレスで白髪が増えていた。利己的な考えで卑しいかもしれないが、お前がいなくなって俺は辛いよ、亮太。と、俺は一人、喫煙室でタバコを吸いながら涙をこぼしていた。ある日、課長が始業前に家内の全員を集めた。口頭の注意だけではみんなの業務の改善が見られないということで、反省文を書いて記録に残すことにすると言い出した。しかも指定された文字数が短編小説に匹敵するような文字数だったのだ。さすがにそんなことしていたら普段の業務に支障が出てしまいますと俺は文句を言うが、課長は怒り出し、地位も能力も低いやつが一丁前に俺に立てつくつもりかとか、自分の身の程をわきまえてから発言しろなど、やっぱ不死家庭育ちのやつにはその点理解できないかとバカにしてきた。ちょうどいい、今のを反省文にして今日中に提出しろ。できなければペナルティーとして反省文2倍だからな。罵詈雑言を受けた俺は黙り込んでしまう。周囲の人から哀れむような視線を受けているように感じた。反省文が導入されたせいで仕事自体の作業効率はかなり低下していた。しかも反省文の内容が業務とはあまり関係がない些細なことだったりした。むしろ反省文を書くことが仕事みたいになっていた。その結果、自分の仕事をこなすためにみんなが慢性的に残業するようになっていた。業務の質は低下し、課全体の成績も落ち込んでいた。
加えて突如として世界を恐怖に陥れた感染症の影響で会社全体が大ダメージを受けた。その中でも俺が属している課は特に大きく業績を落としてしまった。対策を講じる中心人物が全く役に立たないからだ。後日そのことで課長は会社の上層部の人たちから問い詰められることになった。それなのに、俺が上層部から文句を言われたのはお前らのせいだと言い放つ課長。社員たちが書いた反省文をオフィス内にばらまき、そこから長々と説教していく。本人が言いたいだけ言い終えると掃除をしておけと言って帰宅していく。みんな彼に対する愚痴をこぼす気力すら残っていなかった。その日を境に退職を考える人が続出するようになった。能力がある人から順番にどんどんと抜けていく。本来なら問題視する状況だが、課長は無能どもが辞めてくれたおかげで前よりも快適と言い出す始末。自分が課を支えていると思っている彼は引き続き人任せな仕事を続けた。もちろん退職者の続出で残された社員たちにかかる負担が増えていった。そのせいで頻繁に体調不良になってしまう人まで現れるようになっていた。ある日のこと、俺が入社した頃から狙っていた大企業と商談する運びとなった。その規模は数十億円にもなると予想されるものだった。俺が勤めている会社がこれまでに結んだ契約の中でも最大クラスのもの。ずっと前から向こうの営業の人と連絡を取り合ってお互いの関係を構築し続けてきていた。その努力が実り、ようやく相手からお声がかかってきた。当日の商談では先方の方々が2人、こちら側の人が4人で行われることになった。このことを課長の柴田にも一応報告する。よくやったなと、いつもの苛立った表情とは違うにっこりとした顔で言った。課長は俺のことをべた褒めしていたが全く喜べなかった。俺は引き続き相手と連絡を取り続けつつ、当日に使う資料の作成を急いだ。その中で次に商談する日時が決まった。商談は感染症を考慮してリモートで行うことになった。報告の義務があるゆえ、このことを課長に伝える。その時課長からは、まあ高卒派遣社員のお前は黙ってるだけでいいから、どうせ何もできないだろうしと言ってくる。その発言に怒りを覚え、密かに拳を固く握りしめた。リモート商談当日、先方が入室してくる2時間ほど前に俺たちの会社の出席者が揃った。モニターには俺、柴田課長、大城営業部長、本部長と重役が揃っていた。少し遅れてそのリモートに参加してくる人物がいた。その方は我が社の社長だった。社長は、予定が空いちゃったもんでね、参加させてもらうよ、気さくに言った。俺はもともと社長にも来てもらうつもりをしていたから、大してプレッシャーは感じなかった。今回の商談の内容の再確認と進行の再考等をするための短い会議が開かれた。まず最初に俺は今回の商談の件について参加者に説明する。社長や本部長、大城営業部長が温かい目で見守ってくれる中、柴田課長だけは退屈そうにしていた。俺が用意した今回のプレゼンの内容に大城営業部長や本部長から軽くアドバイスが入る。その他は上出来だと社長も首を縦に振ってくれていた。だがそんな中で柴田課長だけは荒探しを始めていた。こんな内容が薄いプレゼンなくても同じ、俺の即席の方がよっぽどクオリティが高いぞ。ていうかお前のプレゼン全体的につまらないなどと資料をバシバシモニターの前で叩き言い始める。自分よりも上の役職の人たちがいる前でと言葉を失う。大城部長が柔らかい雰囲気で注意をするも
柴田課長は自分の主張が正しいと言い張り、なかなか口を閉じない。もうすぐで先方もルームに入ってくる時間だ。なんとかやめさせなければと考える。しかしモニターを確認すると、先方の担当者がすでに入ってきていた。そのすぐ後くらいにもう一人が入ってきた。話の内容を即座に理解した後者が、ものすごく怖い目つきで凄んでいた。そんな状況の中でも柴田課長は文句を言うことに夢中になっている。手元の資料を眺めながら喋っているので、相手のことに気がつかない様子だ。みんな何とかやめさせようと注意しようとするも間に合わず。まあこいつ不死家庭育ちで、しかも高卒ですから、どうせ家も貧乏でろくな教育を受けてこなかったんだろ。だから無能なんだよ。俺がやった方が絶対うまくいきますよ、と柴田は発言してしまったのだが、すると凄んでいた先方の上役が、おう、誰が貧乏だって、と重い声で言う。柴田課長がようやく先方の入室に気がついた頃には、俺以外のみんなは顔を白くしていた。声の主は柳田裕次郎。彼は先方の会社の営業部長をしている。柳田営業部長が事情の説明を求めたので、俺が事の詳細を説明することにした。息子が用意した資料はよくまとめられていて分かりやすいものだ、と柳田営業部長が言う。役員たちはこの先の展開を予測したのか、全員が顔面蒼白になる。今回取引を行う会社は、俺がいる会社の利益に大きく関わっているところ。俺以外にも多くの営業マンたちが先方の会社と契約を結んでいる。なので柴田課長も顔合わせはしてあるため、この場にいる人で柳田部長のことを知らない人はいない。ゆえに先方からの信用を失ってしまえば、会社の今後に大きく響いてくる。だから上層部の人たちは細心の注意を払って今まで取引を行ってきた。それが先ほどの発言で相手への印象を損ねてしまった。よりにもよって先方の営業部長は俺の父だったのだ。本来は俺も父と同じ会社で働く予定だったが、訳あって派遣会社経由で今の会社に入った。俺が先方の営業部長の息子だと知ると、柴田課長が言い訳を始めた。しかし柴田の言い訳には耳を傾けず、そこまで自信がおありなら、あなたが今日のプレゼンを行ってみせてください、という父。当然この分かりやすい資料にはしっかり目を通してあるよなと圧をかけていた。自分の父ながらすごい威圧感を醸し出していた。その結果、まともに資料を見ていなかった柴田課長のプレゼンはかえって内容が分かりづらいものになり、グダグダなものになってしまった。最近お宅の業績が急激に落ちている原因が分かった気がします、という父。人材面においても将来性においても、懸念点がある会社とは取引を控えたいものです。今回の商談は白紙に戻しましょう、と父が残念そうに言ってきた。もし本当に今回の商談がなくなったら、それこそ会社の存続が怪しくなる。それに今回の一件で他の契約も打ち切られる可能性があった。そう考えたうちの会社の役員たちが画面越しに必死に謝罪をしていた。俺もこの会社の中にはしっかりと能力がある人がちゃんといると説得を試みる。確かに柴田課長は嫌いだが、大城部長や他の人たちはとてもよくしてくれている。みんなが路頭に迷う結果にはなってほしくない気持ちがあった。話を聞いた父は、検討しておきましょう、とだけ言ってルームから退出していった。先方のもう一人もいつの間にか退出して消えていた。商談の続行が難しいと判断されたので、その日はそのまま解散となった。この事態をきっかけに柴田課長は問い詰められることとなった。そして柴田課長の諸行悪行は家内の人間によって全て報告された。
柴田課長は泣いて社長や人事部の人にお願いしていたが、彼の降格処分は決定事項となった。出世の道を断たれた人の墓場として知られる地方に左遷された彼は、普通の平社員として働くことになった。その後は向こう側の課長に毎日のように怒られていると噂を聞いた。空席となった課長の席には他の社員が座ることになった。俺にはやりたいことがあったから、それをなすためにも今の商談を成功させたく、根回しを徹底し、後日改めて商談が行われることとなった。前もって父にはあの日の出来事の事情を経緯から説明。そして大城部長は昔たくさん助けてくれたことを話した。俺の説得のおかげでもう一度話を聞いてみようと言ってくれた。今回はリモートではなく直接会って話し合いをすることになった。大城部長たちの謝罪を先方は笑顔で受け入れてくれた。その後は作ったままになっていた資料に改良を加えたものを使いながらプレゼンを行っていく。内容に魅力を感じてくれた先方が契約を結んでくれることとなった。一時期はどうなるかと思われたが、なんとか良い形で進んでくれたことに俺たちは安堵した。小さい頃俺はそれなりに恵まれた家庭に育った。そして俺の家の近くには豪邸が建っていた。幼少期の頃どんな人が住んでいるんだろうと時々家の中を覗き込んだりしていた。そんな時に一人の少女と偶然目が合った。彼女は英才教育を受けているがゆえに属性のことには疎かった。そんな彼女に対して俺は駄菓子をあげたり、世間で流行っている小説や漫画などを持って行ったりしていた。だけどバレてしまったら怒られてしまうため、彼女の両親がいない時にひっそりと裏庭で柵を挟んで会話していた。彼女は徐々に漫画や小説にはまるようになって会話が盛り上がるほどになっていた。仲の良い友人となるのにそれほど時間はかからなかった。時が流れ、俺たち二人は中学生になり進学を迎える季節がやってきていた。俺は彼女にどこの高校へ行くのかを尋ねると、県内で最も偏差値の高い私立高校に入ると教えられた。それを聞いて俺は両親に土下座をして学費を出してもらえるように懇願した。小遣いも娯楽も何もいらない、もう勉強するからと覚悟を見せた。その志に圧倒された両親は俺の学費を工面してくれた。両親の期待に応えるためにも自分の時間の多くを勉強に捧げた。しかし高校受験が終わり、結果を待っている頃に母が事故に遭い他界。俺は父と二人で暮らしていくことになった。受験の結果は努力が実り、彼女と同じ高校に入ることができた。だが入学して間もない頃、彼女にはすでに婚約者がいるという話を聞いた。辛い、悲しい、苦しい。この時になってようやく自分の恋心を知った。相手のことを尋ねたかったが、深入りするのは無粋だろうと思い、あえて聞かないようにした。結果、俺は高校卒業までの3年間、彼女とは一定の距離を保ちながら生活することになった。彼女への気持ちを割り切るために部活に全力を注いだり勉強に励んだりした。学年の成績も常に彼女とトップ争いをしている状態だった。ある時彼女が俺に声をかけてきた。どうして私から距離を取ろうとするの？それに対し、君には婚約者がいるんだろう、と冷たく答える。彼女は何も言ってこなかった。会話はそれだけで終わった。俺はごめんとだけ言って彼女の前から立ち去った。するとその時、彼女が必死で叫んでいった。だったらあなたが私を奪いに来てよ。婚約者よりもすごい人になって私を彼から奪ってよ。その声に振り向くと彼女の目から涙がこぼれていた。その涙を見た俺は気持ちを切り替えて彼女にふさわしい男になろうと決意した。それからの俺は
有名な私大を出て、彼女の父親が経営する会社の面接を受ける。ちょうどその会社には俺の父が営業課長として勤めていた。父からの推薦もあり、受ける意思を固めたのだ。最終面接までは残ったのだが、彼女の父親に入社を拒まれてしまった。俺は諦めきれずに何度も受け直しては何度も落とされた。ついには相手の社長に、お前は何があっても入れない、娘の婚約者は私が決めた人物でもう決まりなのだ、ときっぱりと言われてしまった。挑戦する情熱を失ってしまった俺は、流れるように今の会社に就職。だがふとした時に彼女の言葉を思い出すのだった。私のことを奪いに来てよ。彼女のあの時の言葉は本気だったに違いない。ここで俺が諦めたら、いや、そんなこと考えるまでもない。俺は一人の女性に対して誓いを立てた男だ。こんなことで諦めたら、それこそ彼女にふさわしい男になんてなれない。なる資格なんてない。そう思い立ち上がり、別の角度から彼女への接近を試みた。そうして今の会社から大口契約の締結に至るまでことを運んだのだ。きっとこの功績を見て、彼女の父親は俺の能力を評価するはず。俺はそう確信していた。その思いはズバリ的中し、彼女の父親から評価を受けた俺は、契約が締結された後に社長と顔合わせすることになった。俺はその場で言った。お嬢様のこと、必ずあなたの首を縦に振らせてみせますから、と。彼女の父親は、やってみろ、とにやりと笑った。柴田義雄が課長に就任してから会社を去った男、島崎亮太のその後の行方だが、彼は同じような理由で会社を辞めた知り合いたちを集めて起業していた。それぞれの人脈を駆使し、順調に会社の規模を広げることに成功していた。そして俺はというと、今の会社で正社員になり、課長にまで昇進していた。目的も達成し、先の大口契約の件で就任が決まったのだった。それから1年が経過した頃、亮太から飲みに誘われた。どうやら会わせたい人物がいるとのことで、俺は予定を空けておいた。当日居酒屋に行ってみると、そこには全く知らない男性がいた。男性と自己紹介を交わし、3人での飲み会が始まった。最初はそれぞれの昔いた会社での出来事や不満などを話し合って盛り上がった。そして次にそれぞれの近況報告をする。俺が課長に昇進した話を聞いた亮太は大笑いして、だろうな、と言う。柳田さんはすごい方なんですね、と、もう一人にも褒められる。褒められて悪い気はしない俺は、自分が追いかけてきた人との話を少しする。そしてお酒が入ったのか、亮太が連れてきた男性が、僕なんかよりもずっとすごいですよ、と言って自分の昔話を始めた。実はこの男性は代々続く会社を経営する一族に生まれたらしい。歴史があり、全国に支店を持っているほどの規模の会社だという。名前を聞いてみると、誰でも知っているほどのところだった。それゆえに求められる能力も並のものではなかった。幼少期からの息が詰まってしまいそうになるほどの英才教育、親からの期待もあって、非常に大きなプレッシャーが自分を襲っていたと酒を飲みながら話していた。そんな生活が数年続き、男性が中学生になる頃、一人の少女を両親から紹介されたらしい。彼女も大きな企業の令嬢で、自分と同等の英才教育を受けていた。それなのにいつも気高く、佇まいは美しかったそうだ。すぐに彼女に対して憧れを抱いた。この胸を両親に話すと、双方の親同士で婚約の話がなされた。その後男性は彼女と同じ高校へ入学し、彼女の良きライバルとして共に成長できればと考えていた。しかし自分がどれだけ頑張っても、いつも自分よりも上の成績を取る男がいた。彼女とトップ争いをしていたのは常にその男だった。
男性もその彼に負けじとたくさん勉強をした。しかし結局卒業するまで一度も勝つことができなかったという。自分の才能のなさに絶望した男性は婚約を破棄。いつしか彼を超える人物になってやると男性は自分の会社で能力を磨くことにした。会社で成績を残し、頃合いを見て彼女との婚約を再び結ぼうと頑張っていた。しかし歴史がある会社なだけあって、水面下では勢力争いが起きていた。能力よりも生存競争を優先させるようになってしまった男性の実家に見切りをつけた彼は、俺の代でこの会社は終わってしまったと言って会社を辞め、実家からも飛び出したのだ。これからの自分のことについて困っていた時に、男性は亮太と出会ったとのことだった。今は亮太と共に自分たちの能力を伸ばしつつ、新しいことに挑戦する会社で頑張って働いている。この話を聞いて俺は、彼が彼女が言っていた婚約者なんだろうと直感した。こんな偶然があるのかと、しばらくお酒を飲む手が止まっていた。どうしたんだ？と亮太が尋ねてくる。あ、いや、何でもないと亮太の問いに答えつつお酒を口にする。俺は自分が当時のトップ争いをしていた男だってことを聞いてみようか考えたが、それは今度二人の時にでも話してみようかと思いとどまった。今はほろ苦い社会の味がする酒としょっぱいつまみを楽しみたい。そう思い三人の出会いに乾杯するのであった。その後俺たちはしばしば一緒に飲みに行くメンバーになった。彼女の父親が経営する会社との商談が成立してから数年が経過した。取引もだいぶ安定してきたところで、俺は自分の役割を終えたと実感したため転職することを決意した。転職先はもちろん彼女の父親が経営する会社だ。今度こそ彼女の父親が経営する会社に入社してやる。そういう思いで俺は再び面接を受けに行くことにした。結果は合格だった。営業部長の父の推薦もあり、俺はようやく幼馴染の会社に就職することができた。栗原夏美さん。出勤初日、会社の廊下を書類を抱えて歩く女性に俺は声をかける。俺の声に立ち止まり、俺と向き合う。君のこと奪うために随分遠回りしちゃったよ。もう遅すぎよ、と言った彼女の目には涙が溜まっていた。俺が両手を広げると、彼女は書類を床に落として俺の胸元に飛びついてきた。俺たちは他の社員の目も気にせずに抱きしめ合った。そして俺は改めて彼女に告白をする。返事はもちろん OK だった。そして俺たちは彼女の親に挨拶をすることにした。何度か仕事で顔を合わせてはいるものの、いざ挨拶となると緊張する。彼女の家は昔と変わらず大豪邸だった。小さい頃は柵から外観しか見えなかったが、今日は家の中に入る。本当にうちの娘を奪いに来るとはな。社長、いえ、お父さん、夏美さんと結婚前提のお付き合いをさせてください。俺は彼女の父親の前に立ち止まり、大きく頭を下げた。すると隣に居合わせた彼女も、無言のまま頭を下げたのだった。付き合うのは認めよう。だが結婚はまだダメだ。結婚したいのであれば会社での地位を確立するんだ。彼女の父親からの挑戦と受け取った。いわば俺は転職してきたばかりの役職なし。そんな俺が社長令嬢と結婚ともなれば、周りからの反発も大きいらしい。それで会社で成績を残し昇進を目指せとのことだった。君には難しいことでもないだろう。彼女の父親はにやりと笑いながら俺の方を見ていた。もちろんです。俺は胸を張って返事をし、大豪邸を後にした。それからの俺はこれまでの経験を生かし、次々と新たな契約を取っていく。その中には以前いた会社つながりの人との契約もあった。順調に会社での地位を確立し、ついには課長にまで昇進することができた。
それからもトントン拍子にことが運び、俺は重役まで上り詰めたのだった。ある日、いつもの飲み仲間である亮太と連れの男性の3人で飲んでいた時、俺の携帯に彼女から着信が入ってきた。俺が電話に出て今飲んでいることを話すと、その場に来たいということになったので、2人に紹介がてら来てもいいか尋ねると快く了承してくれた。その後は俺が以前思っていた通り、彼女と亮太の連れは婚約していたと判明。いや、やっぱり柳田さんはすごい人だ。彼はいつも俺をすごいと褒めてくれた。お前だってすごいぞと、亮太が少しヘベレケになった状態で彼を褒めていた。俺は二人に彼女との婚約を報告した。彼と亮太は俺たちのことを祝福してくれた。覚悟や志は立ちはだかる生涯を貫く強い糧となる。しかし矛はたった一本で、ずっと立ち続けることができるほど安定しているものではない。時には倒れそうになったり、刃こぼれしてしまいそうになる。心の歯を支えたり癒したりしてくれる存在が時には必要だ。今回の俺を支えてくれたのは愛だ。もしこれから何かに挑戦するのなら、決して矛だけで立ち向かわないこと、自分を支えてくれるものを見つけてから挑むことを俺は強くお勧めしたい。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。俺は中山優馬。今は在宅で動画編集の仕事をしている。昔からパソコンやゲームが好きだった俺には天職だと思っている。特に学校で学んだわけではないけれど、子供の頃から独学でやってきているから経験はそれなりにあるし、そこそこの動画は作り出せている。収入もそれなりにあるので、引きこもり気味の毎日だけれども不自由はしていない。思い返せば俺がこんな仕事をしているのはゲームが大好きだったということから始まっている。小学校低学年の時に親にゲーム機を買ってもらってからゲーム三昧で、やりすぎて怒られることもしばしば。テストの点数が悪すぎてゲーム機を隠されたこともあった。 YouTube でゲームの実況を見てはプレイスキルを学んだり、新情報を仕入れたり、次第に高スペックを求めてゲーミング PC を買ってもらって、俺はどんどんのめり込んでいった。小さい頃は魔王を倒す勇者に憧れて冒険の真似事をしたり、おもちゃの剣を振り回したりして悪者をやっつける真似事をしていた。魔法だって使えて空も飛べる。いつかそんなかっこいいヒーローになれると思っていた。でも現実はそんなことはなかった。上級生にからかわれている女の子を助けようと向かって行っても反対に泣かされたし、空を飛べると思ってジャングルジムのてっぺんからジャンプしたら着地に失敗して怪我をしてしまった。いくら頑張っても魔法は使えなくて、どこからどう見ても俺はただの凡人だ。小学生のうちはゲームの話で盛り上がっていた同級生も、大人になるにつれて興味は別に移っていく。勉強もスポーツもせずに家でゲームをしてばかりの俺が孤立するのも当然だった。でも俺は正直全く気にしていなかった。友人関係なんて煩わしいと思っていたし、とにかくゲームがしたかった。周りが自分のことをどう思っているかなんて気にするだけ無駄だと思っていたし、オンラインゲームには仲間がたくさんいた。ちょっと一匹狼的な俺ってかっこいいかも、なんて中二病みたいなことも思っていた。そんな感じで周りと慣れ合わずにいたら、俺に話しかけるやつなんてそうそういなくなっていたけど、一人だけずっと突っかかってくる女子生徒がいた。彼女の名前は北村さや。ちょっときつめの猫みたいな目をしていて、長い髪をポニーテールにしているクラスの委員長だった。公明正大で誰にでも優しく、文武両道の名が示す通り、バレーボール部のエースであり、英語のスピーチコンテストで県代表に選ばれたこともある彼女は、なぜかわからないけれど俺にだけ冷たかった。中学1年の4月、初めて同じクラスになり、隣の席になった俺たちは、そこで初顔合わせのはずだった。でも彼女曰く違うらしい。覚えてないの？一緒のクラスだったじゃない。ああ、悪い。俺、他人に興味ないんだよね。そんな会話をしたことは覚えている。しかし、
小学生の時に同じクラスだったことはすっかり忘れていて、そのことに北村は随分腹を立てていた様子だった。ちょっと中山くん、髪の毛に寝癖がついてるわよ。また寝坊したの？少しは身だしなみに気を使ったら？あ、うん。姿勢も悪くて猫背でみっともない。だからモテないし友達も少ないのね。わざわざ俺の前に現れてはそんな嫌味を言って去っていく。そりゃ夜遅くまでゲームをやってれば寝坊もするし寝癖もつくし、姿勢だって悪いけれど、そんなこと北村には関係ないのに。他のやつと話しているときはいつもニコニコして人当たりもいいのに、俺に対してだけはいつも眉間にシワが寄った顔で怒りながら話してくる。嫌われているに違いないと判断した俺は極力彼女に近づかないようにした。高校に進学してからも北村は何かと突っかかってきた。彼女は成績優秀だったからもっと偏差値の高い高校に行けたはずなのだけど、俺と同じく近場の高校に進学していた。もっとも彼女は特進クラスで俺は普通クラスだったけど、クラスが変わったはずなのになぜか毎日鉢合わせして、ワイシャツがヨレヨレだの、ネクタイが曲がっているだの、母親よりも口うるさく嫌味を言ってくる。その頃にはもうすっかり慣れてしまって、はいはいと聞き流すようになっていた。当時俺はとあるゲームにはまっていて、自分でプレイするだけでは飽き足らず、YouTube の実況動画を頻繁に見ていた。休み時間も下校途中も、常にイヤホンをして動画を見ているような状況だったのだ。あまりにもハマりすぎたため、ついには自分でも動画を作成するようになった。まだ高校生なので、学校や親に迷惑がかからないように、顔出しはせず、音声も加工して実況するようになったのだ。純粋に自分のプレイを人に褒めてもらうのは嬉しくて、俺はどんどんのめり込んでいった。しかし、視聴者が期待する動画を作成するには、時間が足りなくなってきたため、学校を休みがちになってしまった。学校と動画配信、2つを天秤にかけ、結局俺は動画配信を選んだ。ほとんど勢いで退学届を出して動画一本で生きていこうと決めた。親はもちろん反対したけど、何日もかけて説得してようやく折れてくれた。条件として家に一定額の生活費を入れることを約束して認めてもらったのだ。しかしほとんど勢いで高校を中退し、友人と言える人物もいなかった俺は、人のことなど気にしないと言いながらも将来に一抹の不安を感じていたのだった。そんな時、実家に手紙が届いた。中学校の同窓会の連絡だ。特に中学の時の思い出なんてないし、会いたい人もいるわけがない。欠席に丸をつけて出そうと思った時に、不意に北村のことを思い出した。あのツンツンした彼女は今何をしているのだろう。優秀だったからいい会社に就職しているのかも。少し姿だけ見てみるかと、ちょっとした出来心で出席に丸をつけた。嫌な思いをしたならすぐに帰ればいいなんて、その時はそんなことを思っていた。同窓会当日、地元で一番大きなホールに行くと、同じ中学であっただろう人たちが何人も集まっていた。やべえ、誰もわからん。やっぱり場違いだったかもしれない。そんなことを思って引き返そうと足を止めた。すると、あれ、中山か？と明るい声が聞こえてきた。手を振って駆け寄ってきたのは、人懐っこそうに笑みを浮かべた男だった。同級生なのだから、どこかで見たことがあるのは当然であるが、名前が出てこない。困ったように笑ってごまかそうとすると、彼は大きな口を開けて笑っていった。覚えてなくても無理ねえよ。俺、西川さとし。中1の時同じクラスでさ、結構お前とマイクラの話したじゃん。ああ、西川か。坊主じゃないからわからなかった。俺、中学の時ずっと坊主だったもんな。今はイケメンになっただろ？うん。うわ、冷めた反応。これでこそ中山だよ。ゲラゲラと笑いながら、西川は俺の背中をバシバシと叩いてきた。何がおかしいのかわからないが、楽しそうで何よりだ。曖昧に笑い返しながら、西川と並んで歩き、結局は受付まで来てしまった。受付を済まして会場の中に入ると、すでにたくさんの同級生が来ているようだった。周りを軽く見渡してみても、北村の姿はないようだった。そういえば中山さ、西川が俺に何か話しかけようとした時だった。
もしかして中山くん？背後から女性の声が聞こえた。そこに立っていたのは、随分と女性らしくなった北村だった。すっと伸びた背中に伸びる艶やかな髪や、釣り目がちだが、丸くて大きな目は相変わらず魅力的で、周囲の視線を集めている。しかし、周りの視線とは裏腹に、そのトゲのある音声に、俺は思わず体をすくませた。誰かと思ったら中山くんじゃない、久しぶりね。高いヒールをカツカツと鳴らしながら、北村がこちらに歩いてくる。相変わらずその眉間には深くシワが刻まれている。せっかく美人なのにもったいないなんてぼんやり思っていると、彼女は俺の前に立って睨みつけてきた。俺の頭からつま先までじっと見て、ふっと見下したように笑うと、さらに口を開いた。そういえば中卒でニートなんだってね。高校も途中で辞めちゃうし、相変わらず引きこもってるの？ゲームばっかりして社会人として恥ずかしくない？相変わらずの嫌味に思わず苦笑する。なんだか学生時代に戻ったような気分だ。だいたいね、今日のスーツもダサすぎ。ネクタイの柄も変だし、何より似合ってない。安物だって一目見ればわかるのよ。底辺の暮らししてるんじゃない？これだから中卒のニートはダメね。おい。なぜか俺よりも隣の西川の方がイライラしているようだ。俺はいつものことだったから気にしていないのに。北村やめろよ、中山はな。何よ、全部本当のことじゃない。中卒でニートの引きこもりでしょ。いや、こいつの年収3億だぞ。はあ、何言ってんのよ。こいつ人気 YouTuber で年収3億だってな。本人の口から言ってやれよ。バカにされて黙ってんなって。あ、いや、俺よりも西川の方が怒りを見せているので逆に冷静になってしまう。そう、俺は今ゲーム配信者の YouTuber として人気を博していた。最初は趣味で始めたゲーム配信だったが、気がつくと俺のチャンネルの登録者数は50万人を超えていて、視聴回数もうなぎ登りに増えてきている。というか、なんで西川は知っているのだろう。俺は YouTube では顔出ししていないのに。ふと北村を見ると、大きな目をさらに大きく見開いて驚いたように俺を見ていた。だんだんと顔は青ざめてきて、唇も震えている。本当なの？さっきの威勢のいい嫌味とは違い、小さい声で聞いてきた北村に、俺はうなずいて肯定を示した。ああ、実はそうなんだ。ちょっと恥ずかしいけど。何よ、そんな顔して私のことバカにしてたのね。違うって。ずっとそうだったじゃない。私が何言っても聞き流して、人と関わらないようにして、大事なことだって忘れるし、周りに興味がないって言っても限度があるのよ。北村、ずっとそうやって周りと関わらないで生きていく気？あんたはそれでいいかもしれないけどね。あんたを気にかけていた人がどう思うか一度考えてみたら？もう大人なんだから、自分が一人で生きてきたなんて思ってないでしょ？北村のその言葉に、俺ははっと胸を打たれた。確かに、俺は周りのことなんて気にしないで生きてきた。人と関わらない生活は、余計なことを考える必要もなくて楽だった。でも、本当に誰とも関わっていないのかと言われれば、そんなことはないのだ。両親をはじめ、自分の家族はいつも気にかけてくれていたし、学生時代には、西川のように話しかけてくれる人もいた。話が合わないからと、壁を作っていたのは自分の方ではなかったのだろうか。それに北村、彼女は嫌味を言うことはあっても、理由があることばかりだった気がする。寝癖や服のシワ、姿勢が悪いなどということは指摘しても、それらはすべて事実で、言い方がきつくとも間違ってはいなかったのだ。ごめんなさい、言い過ぎたわ。北村に何も言葉を返せなかった俺は、そうやって去っていく彼女の後ろ姿を、ただ見送るだけだった。その姿は、記憶の中の彼女の姿とは違って、なんだかとても小さくて頼りなく見えた。なんだよ、北村のやつ、言いたい放題言いやがって。西川は怒りを隠しきれないとばかりにそう言った。いや、北村は間違ったことは言ってないんだ。今も昔も。なんだよ、なんでお前が北村のことをかばうんだよ。ずっと嫌味を言われてきたじゃないか。そうなんだけど。俺が周りに無関心だったことは事実だし、だらしない格好をしているのも事実だし。
にしたってあの言い方はないだろう。それはそうだけど、確かにきついことを言われていたし、傷ついたこともあった。でもどうしてか北村の小さな背中が思い出されて仕方ない。この同窓会に来たのも彼女を思い出したからだった。西川ごめん、ちょっと行ってくる。 おい、どこ行くんだよ。西川の声に答えず、俺は半ば衝動的に走っていた。どこに行くのかなんて俺だってわからない。北村のいるところだ。彼女を探して俺は会場の中の人混みをかき分けて進んだ。北村、見つけた。北村は会場の外のベンチに一人座っていた。いつもちゃんと伸びていた背筋が今は小さく丸められていた。中山くん、どうしてここに？ちょっと北村と話したかったんだ。いいかな？北村がうなずいたので同じベンチに少し離れて座った。彼女はまだうつむいたまま顔を上げようとしない。北村が俺に言ったことを考えたんだ。俺、自分が好きなことをやれればいいってずっと考えてて、前しか見てなかったって。人と関わらないで自分の世界で生きていくってすごく楽なんだよな。周りに気を使わないから。でもそれって周りの人たちをないがしろにしているのも同じことなんだって気がついた。北村が俺に言いたかったのってそういうことだろう。言葉を切って彼女を見ると、彼女も俺を見ていた。少し顔が赤い気がするのは外気が冷たいからだろうか。北村ってさ、すごくきついことを言ってるように見えて、実は俺のために叱ってくれてたんじゃないかって思ったんだけど、違うかな。その時彼女の顔がさらに赤くなった。耳まで赤くなって、なんだか可愛らしく見えてくる。別に、そんなことないわよ。ただみっともなくて見てられなかっただけだし。そうか。彼女のこれは、きっと照れ隠しだ。北村は結構照れ屋なのかもしれない。昔の俺って、北村が言うことをただ聞き流してスルーしてたなって。せっかく指摘してくれたのに。だからごめん。もっと北村の話をちゃんと聞くべきだった。謝るのは私の方。きつい言い方しかできなくて、ひどいこともいっぱい言った。傷つける言葉ばかり選んでた。ごめんなさい。俺たちはお互いに深く頭を下げた。二人でお辞儀をしたまま、二人とも上げようとしない。どうしようかとタイミングを失って、ちょっとだけ目線を上げると、北村と目が合った。どうやら同じ気持ちだったらしい。俺たちは同時に笑い合っていた。半分泣き笑いみたいになっていたけど、二人で気が済むまで笑い合って、昔のわだかまりが溶けていくような気がした。北村は小さな時に、俺が助けた女の子だったらしい。彼女はずっとそれを覚えていて、再会を楽しみにしていたのに、俺が忘れていたから腹が立ってしまったそうだ。それであんなに俺にきつく当たっていたのかと思ったらそうでもないらしい。あれは、ツンデレだな。ツンデレ？西川がしたり顔でそう言った。あの同窓会から西川とも連絡を取り合うようになった。こいつは重度の声優ファンで、並々ならぬ聴覚を持っているらしい。たとえ加工していたとしても、話し方の癖や息遣いで本人を特定できると自慢げに語っていた。少し気持ち悪い。いや、ツンデレってだって、好意を持っている人の前ではいつもの自分でいられないってやつ。絶対そうだろ。今度のデートだってあっちから誘ってきたんだろ。いや、たまには外に出ないとカビが生えるからって。お前のことめっちゃ気にしてんじゃん。デートだよ、デート。そう思ってエスコートしろって。うん。誰かと出かけるなんて初めてで、どうしたらいいのかわからない。西川からアドバイスをもらいながら当日を迎えるも、待ち合わせ場所に待っていたのはいつもの眉間にシワを寄せた北村だった。ちょっと何その服、季節に合ってない。シャツとパンツの色がおかしい。靴だって汚れてるし、それに髪型、もうちょっとなんとかできないの？容赦ないダメ出しに少し心が折れそうになる。でもその後の北村の行動に心が跳ねて、気持ちが上向きになった。もう仕方ないから私が選んであげる。ちゃんと聞いてよね。そう言って俺の腕を取り、上目遣いに見上げる彼女の方は少し赤くなっていて、なんだかとても可愛らしかった。これがツンデレの威力なのかもしれない。そう思うと、
これから先が心配になるほどドクンドクンと心臓が激しく動いていた。何度か北村に会うと、その度に髪型や服装をダメ出しされて直されていく。果てには食生活や睡眠時間なども口出しするようになってきた。少し口うるさいとも思うけれど、それはすべて彼女が俺を心配してくれているからだと思うと、なんだか嬉しく感じてくる。確かに彼女の言う通りに生活を整えると、体の調子もいいし、肌ツヤも良くなったような気がする。久しぶりに北村と一緒に西川に会うと、驚いたように口をパクパクさせていた。お前、垢抜けたなんてレベルじゃないぞ。そんなイケメンだったなんて、裏切り者。何を言ってるんだ。私がいろいろプロデュースしたんだもの、当たり前でしょ。昔から素材はいいと思ってたんだけど、無頓着すぎてこの人。イケメンとかよくわからないけど、北村が喜んでくれるならいいかと思って彼女の言う通りにしてきただけなのだ。彼女好みになれたのなら願ったり叶ったりで、別に周りの評価がどうとか関係ない。 YouTube も顔出しすれば話題になるって絶対。いや、それはそれで面倒だし、もともと人前に出るのは得意じゃないし、見バレしたくないから顔を出していなかったのだ。周りに認知されずひっそりと過ごしていきたかったというのもある。しかしそんなことも言ってられなくなってしまった。ライブ配信をしていた時にうっかり素顔が映り込んでしまったのである。ほんの数秒だったが、はっきりと分かったらしく、次の日にはネットニュースのトピックに人気 YouTuber の素顔発見とまで掲載されてしまった。とんだ誤算だ。いっそもう顔出しして何でもやればいいじゃん。歌ってみたとかさ。西川は笑いながらそんなことを言う。面白がっているのは丸わかりだ。私もいいと思うよ。中山くんの歌悪くなかったし。あ、別に褒めてるんじゃないからね。客観的な意見で。やる。西川が言うとそんなことはないのに、北村が言うとやる気が出るのは不思議だ。彼女の好きな曲をリサーチして動画を作ろうと決めた。すると意外と好評で、登録者数も再生回数もうなぎ登りになっていた。北村や西川のリサーチ力、プロデュース力は侮れない。俺はますますやりがいを感じていた。結構英語のコメントも来るようになったね。ほら、これとか。これは、フランス語かな？北村読めるのか？コメント欄を見ながら北村はそう言った。彼女が指したところを見ると、馴染みのない言葉が並んでいる。英語は得意だし、他の国の言葉も少しはわかるよ。これは、あなたの歌に涙が出ました、だって。すげえな、俺。勉強してなかったし、全然わかんねえ。別にすごくなんてないわよ。ちょっと勉強したことがあるってだけで。いや、その勉強したのがすげえって。そっか、いろんな言葉がわかれば、もっと多くの人たちに俺のチャンネルを知ってもらえるかな。そうかもしれないわね。少なくともコメントは読めるようになるんじゃない？うん、そっか。そうだな。この時に俺の心の中で一つの変化が生まれた。もっと多くの人と関わりたい。多くの人に見てもらいたい。もっともっと高みを目指したい。そのために努力したい。勉強したい。そんなことを考えたのは初めてだった。でも中山くんの方がすごいと思う。こうやって自分自身の力で成功して、いろいろな人に影響を与えてるじゃない。俺は好きなことをやってるだけで。好きなことを貫いて仕事にしてるというのはすごいことだよ。かっこいいと思う。かっこいい？え？これは本音だから。素直になった北村は顔を真っ赤にして視線をそらしてもじもじしていた。なんだこの可愛い生き物。いつもあんなにしっかりしてるのに、こんなに可愛いなんて反則じゃないか。俺もとうとう頭がおかしくなってしまったのか。彼女のことしか考えられなくなってしまった。北村、あのさ、ここから俺たちがどうなったのかはちょっと恥ずかしくて語りたくない。YouTuber をやりながら勉強したい。そう思った俺は定時制の高校に入学して、まずは卒業を目指すことにした。ゆくゆくは大学進学も視野に入れている。知識が頭に入るたびに自分の世界が広がるような気がして気持ちがいい。
中高生の時にこんな気持ちを知っていればよかった。今そう思っても遅いけど、いつだってやり直せる。それは自分次第だと気がつくことができた。あの同窓会での再会は、俺の人生を大きく変えた。自分自身の力だけで成功できると思っていたけれど、実際はいろいろな人に支えられていると気がつけたのは、恋人と親友のおかげだったと思う。そして現状に甘えず、さらなる飛躍を目指そうと思ったのも。努力次第で未来はさらに変えていける。だから俺は諦めない。充実した未来のために、何にでもチャレンジして一歩踏み出していきたい。少しだけ素直になった恋人にもっとかっこいいと思ってもらうためにも、ずっと最前線を走り続けると心に誓ったのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。小さな町工場が併設されている俺たちの会社。ある日、最大手の会社から3億円の大取引の話が舞い込んできた。大手会社の社長は偉そうに、どうせお前ら暇なんだろ？だから3億の部品最優先で納品しろよ。分かったか？と命令する。社長の態度に腹を立てながらも、我慢して納品日に間に合わせ、あとは発送だけと。その時、発注元の社長から電話が。あれやっぱ全部キャンセルで。本当にいいんですか？この後、社長に降りかかる不幸とは。俺の名前は三上悟。小さな工場が併設されている金属加工会社で働いている。俺のじいちゃんの代から会社を立ち上げて、今の社長は親父が受け継いでいる。俺はいわば三代目候補だ。工場のみんなからは坊ちゃんなんて呼ばれたりしている。じいちゃんの代から磨いてきている高い金属加工技術を生かし、さまざまな機械の部品を作っている。工場は常にカンカンと金属を叩いたり、金属を削る音がこだましている。そのほとんどが手作業で、ものすごく手間暇がかかっている。全自動化？全自動化にしたら職人さんが食いっぱぐれてしまう。何よりも機械に全てを任せていたら、良い品質のものなんてできない。というのが親父の口癖だ。まあ、俺もその気持ちはわからなくもない。丹精を込めて作ったものは頑丈で出来がいい。そんな小さい工場だけど、取引先は多岐にわたり、高級車の部品等にも使われたりしている。受注の数こそ多くはないが、それでも家族、従業員が暮らしていけるくらいには稼げていた。そんな会社の社長なのに、親父は未だに現場で製造に携わっている。しかも工場にいる職人の中でも一番の腕利きっていう話だ。現在、うちのような中小企業は中国などの安い労働力、自動化、機械化等に取って代わられようとしている。安いだけで品質が落ちる可能性もあるが、安くても良い品質のものもあるにはあるのが現状だ。だからこそ今が一番の踏ん張りどころだと、自分たちにしかない技術でアピールし、品質向上、技術発展を目指し日々頑張っている。そんな工場の雰囲気が俺は大好きだ。そんな俺は幼い頃から親父やじいちゃんの背中を見て育っていたから、自分がこの会社を継ぐことに何ら違和感を感じていなかった。むしろ継ぐもんだと思い込んでいる。じいちゃんや親父のようになりたいと小さい頃から思っていた。じいちゃんがよく、うちの工場の部品は車や飛行機にも使われているんだ。いつか宇宙に行くロケットの部品も作ることになるかもな、と言っていた。たくさんの車や飛行機の部品を作っているということは、俺にとっても誇りだ。自分たちの作ったものが大きな機械を動かす一部になっている。ワクワクが止まらなかった。じいちゃんや親父の影響もあってか、俺は小学校の頃から工作が大好きで、工場で出る端材を使っては
よくロボットや人形を作っていた。工場の端でドリルを使い、端材に穴を開け、ボルトを締め付ける。人の形に組み立てる。一つ作り上げると、じいちゃんや親父がよく褒めてくれた。褒めてもらえるってすごく嬉しくって、ロボット作りや人形作りにもっともっと夢中になっていった。どんどん作りたいものが増えてくると、ボルト付けでは飽き足らず、金属同士をくっつけたくなってくる。しかし、溶接をしようと溶接機に触ると、従業員に止められたりもした。さすがにまだ早いようで、親父にもこっぴどく叱られた。じいちゃんはガハハハッと笑って、将来が楽しみだと喜んでいたが、親父とおふくろはやれやれといった感じだった。そんなことがきっかけで、工場の跡取りだという気持ちを強くしたんだと、今になっては思う。学校の帰りには、周りの工場に顔を出しては、いらなくなった廃材をもらって帰る。そんな周りの工場だが、中学校の頃には半分くらいに減っていた。中国の安い企業に取引先を奪われて経営が困難になり、泣く泣く閉める工場が後を絶たなかったのだ。その後も徐々に周りの工場は減り続け、小さい頃はそこら中にあったこの地域の工場群も、今では指で数えられるくらいにまで数を減らしていた。そんな状況だけど、俺はこの工場をしっかりと継いでいきたいと思っている。高校に入ると溶接を学び、技能講習の取得を目指し勉強をした。中学校の頃にこっそり工場で溶接をしてものづくりをしていたから、実技自体は余裕だった。学科は頭はあまり良くない。苦労の末、なんとか合格といったところかな。俺は溶接の技能講習を高校在学中に取得していた。これでいつでも親父たちと働くことができることが嬉しかった。高校のクラスメートはいいやつらが多く、家が工場のやつだったりと同じ境遇のやつがたくさんいた。俺たちはすぐに仲良くなり、いつも一緒だった。そんなある日、俺が高校在学中にじいちゃんがこの世を去ってしまった。じいちゃんにはまだ教わることもあったのに、俺は悲しみに包まれた。しかし、親父がじいちゃんの分も俺が教えてやるとじいちゃんから受け継いだものは親父がすべて引き継いでいた。じいちゃんが残してくれた会社を親父が後を継ぎ社長になった。俺は高校卒業したら入社すると言ったが、親父には大学ぐらい出とけと言われたために、大学卒業後入社することにした。会社に入ってからは、小さい頃から作っていたものとは違い、ちゃんとしたものづくりだった。最初の頃は熟練の職人たちに厳しく指導されながらも、着実にスキルを身につけていった。もともと手先も器用で、小さい頃からやっていただけあって、職人たちも俺のスキルには大絶賛だった。すぐに一人でできる仕事も増えていった。趣味で作っていた時とは違い、自分が作ったものが他の機械を動かす一部になる。じいちゃんや親父から聞いていたが、いざ自分で作ってみると、責任という重さがのしかかってきて、一つ一つに丹精を込めていた。工場の仕事にも慣れてきた頃、会社の経営の方もしてみないかと親父から提案が来る。小さい会社だから人手が足りない。営業や帳簿の整理なども自分たちで行わなければいけなかった。俺はもちろん二つ返事で承諾した。どんなこともできるようになって、親父やみんなに認められたい、そんな気持ちが前面に出ていた。親父は手始めに俺に営業を担当させた。営業は難しく、断られることもしばしばあったが、自分たちの作る製品には自信があった。だから持ち前の人懐っこさを遺憾なく発揮し、次々と新しい契約を取り付けた。営業に慣れた頃には帳簿の方にも手を出した。しかし帳簿は俺の頭では難しかった。同級生の立ちで商工会に勤めているやつや、IT 会社を経営したりしているやつのつてをフルに使ってやり方を教わり、さらに効率化できないか良い案を求めてみた。
たちからのいろんな案を参考にして作成したものを親父に提案する。最初難色を示し、しぶしぶ許可していたが、使っていた周りの従業員からも仕事がやりやすくなったと言われたことで正式採用が決定した。そうしたら親父のやつ、俺よりも使いこなすほど上達しやがった。親父の柔軟さには呆れを通り越して感心すらする。新しいものを取り入れ成長しようとする姿勢は見習わなければいけないなと親父を見ていると常に思う。負けてられない。俺の目標は高く険しいところにあると実感させられた。数日後、最近急成長を遂げている A 社と取引を始めることになった。 A 社は大型機械の製作を行っている、いわゆる最大手だった。今日はその A 社の担当者が来る初対面の日。はじめまして、 A 社営業の後藤正史と言います。会社に来た A 社の担当者が親父と俺に名刺を渡してくる。後藤さんといった彼は俺と年が近そうな若い見た目の爽やかイケメン君だった。三上です、よろしくお願いします。もしかして後藤さんって？ああ、はい。我が社の社長、後藤達夫は自分の父になります。名字を聞いた時に A 社の情報を思い出し、もしかしたらと思ったら案の定、担当者は A 社の社長の息子さんだった。それから親父と俺も自分たちの名刺を渡し、自己紹介を済ませる。今回は息子の悟が担当いたしますので、私はこれで。親父は挨拶を済ませると席を立ち、あとは任せたと俺の肩を叩き、応接室を出ていく。担当者の後藤さんはわざわざ席を立ち、親父に一礼して俺との商談を始める。礼儀正しい人だな。 A 社について聞いていたのは、コストを下げるためなら世界中のどんな国にも商談に行き、また強引な商談を行っているというのが業界内に広がっている噂だった。だから A 社が来たと聞いた時は少し身構えていた。噂は所詮噂だな。この人なら信頼できそうだな。俺は後藤さんに対し好印象を抱き出した。 A 社が新たに開発している製品の部品を我が社に作ってもらいたいと提案してきた。今回のロットは5000個ほどお願いしたいんですが。後藤さんが右手を差し出し、手のひらを広げ5を作る。5000個ですか？その納品数でしたら、手元にあった電卓を叩き、数字を相手に見せる。数字には3が頭に0が8桁あった。そう、3億円ですか。材料やらもろもろ込みにすると、どう頑張ってもこの金額が精一杯になりますね。本当なら3億5000万円くらいが相場だろう。材料費を限界まで安く見積もり、ロット数から算出した提示額が3億だった。この額より安い金額はよそでも無理だと思う。これより安くしようとするとどうしても品質が悪くなってしまう。メリット、デメリット両方を説明し、金額を提示する。担当者の後藤さんは険しい表情を浮かべたまま。一度持ち帰り検討させてください。また後日伺わせていただきます。後藤さんはそう言い、見積書を持って帰っていった。あまりいい感触を得られないまま、その日の商談は終わった。サトル、どうだった？その日の夕飯時、親父が今日のことを聞いてきた。ロット5000個だって、見積もり的に3億で提示したけど受けてくれるかな。親父はビールを飲みながら遠くを見つめて、何か物思いにふけていた。どうした、親父？いや、今回はお前に全権任せてるからな。うまくやれよ。含みのある表情を浮かべたままビールを飲み干すと、お休みと寝室に向かっていった。次の日、後藤さんから電話がかかってきた。先日のお話ですが、御社の希望する金額でお願いします。本当ですか？はい、ありがとうございます。
俺は電話越しにガッツポーズを取る。追って契約書ができ次第伺わせていただけますね。よろしくお願いします。後藤さんはそう言うと丁寧に電話を切った。トントン拍子に話が進み、あとは契約書にサインするだけというところまで来た。契約最終日、会社に現れたのは今までの担当の後藤さんと社長の二人だった。社長の後藤達夫はふてぶてしい態度を取ったまま受付に来る。その後ろで息子の正志さんがおろおろとしていた。俺は受付まで赴き、二人を応接室へと案内する。社長の後藤は応接室に入るや否や椅子に腰掛ける。俺は彼に名刺を差し出す。担当者は誰？お前高卒か？若い俺を見て高卒と思ったのだろう。一応大卒なんだけどな、と俺の名刺を受け取り、名刺に目を通すとテーブルにポイッと投げ捨てる。俺がカチンと表情をこわばらせたのに気づいた正志さんは、社長の肩をゆさゆさゆすり、失礼ですよ、と耳元で言っていた。正志さんの声を無視して後藤は自分の名刺も出さず、テーブルに足を乗せ俺たちを見下す言動を繰り返す。息子から話は聞いてるよ。どうせお前ら暇なんだろ。だから発注してやるよ。3億で発注だ。喜べ、3億だ。そんな金額見たことすらないだろ。貧乏な会社だからな。その代わり、どこよりも最優先で納品しろよ。わかったか？発注書を目の前に出し、好き勝手言ってくる。俺はこの時、嫌な予感を感じた。ここで今すぐに契約しろ。社長、いや、後藤は傲慢な姿勢を崩すことなく、契約書のサインを促す。すみません、契約書の内容を精査させてください。父さん、そんな言い方しなくても。うるさい、お前は黙ってろ。わしに口答えするな。契約書をまじまじと見ている間、二人の会話が耳に入ってきた。早くサインしろよ。わしは忙しいんだ。お前ら貧乏会社とは違ってな。罵倒すること、いや達夫を無視して契約書を隅々まで読んだ。契約書に不備らしいものは見当たらなかった。この契約書を作ったのは正志さんの方だな。契約書を読んだ俺は直感でそう感じた。俺は安堵して契約書にサインした。ふん、と達夫は契約書を強引に受け取り、挨拶も交わさず応接室を出て行った。息子の正志さんは慌てる素振りを見せながら俺や受付に、すみません、失礼します、すみませんと何度も頭を下げながら達夫の後を追って出て行った。達夫の態度には苛立ちを隠せなかった。息子の方はあんなに腰が低いのに。達夫の言動に腹を立てていたが、これは俺たちにとって大仕事になる、と俺は自分に言い聞かせ、気持ちを整えて工場の方に向かい、みんなの前で契約の話をした。工場内は大いに盛り上がり、みんながものすごく喜んでいた。今日から忙しくなるぞ、みんなよろしくな。これがうまくいけばたんまりボーナスだ。ボーナス、やったー。親父が嬉しそうにみんなに言う。従業員総出となって急いで製造に取り掛かった。俺も久しぶりに工場に入り製作に取り掛かった。繊細な作業も必要で、製造には一寸たりとも気が抜けなかった。みんなに残業もしてもらいながらも、なんとか納期に間に合わせることができた。納品日当日、出来上がった部品を丁寧に包み段ボールに詰め込む。段ボールの数は50個ほどになっていた。トラックに積み込んでいると一本の電話がかかってきた。サトルさん、 A 社の後藤さんからお電話です。受付からの一言で工場内が静まり返る。俺はトラックの積み込みを一旦ストップして
電話の方に向かう。電話を受け取るときにどっちの後藤か受付に確認すると、おじさんの方って言っていた。達夫が直々に電話、嫌な予感しかない。お電話変わりました、三上です。電話に出た俺に達夫は相変わらず傲慢な態度のまま話しかける。先日の注文やっぱ全部キャンセルで。あっけらかんとした口調で後藤が言った。その言葉には全く申し訳なさという感情はこもっていなかった。そんな一方的な、どういうことですか？納得いきません。俺は全く納得できず後藤に理由を尋ねた。すると面倒くさそうな口調にため息までついて、 C 国の会社が半額で納品してくれるって提案してきたから、そっちで買うことにした。だからお前のところの商品はいらない、キャンセル、キャンセルと笑って話してくる。お前のところの製品は値段が高すぎるんだよ。そんな値段設定でこの業界は生き残れるわけないだろ。これだから弱小企業は。もっと経済のことを勉強したらどうだ。 C 国みたいに半額でいいなら買い取ってやるよ。電話越しに達夫の高らかに笑う光景が目に浮かぶ。明らかに俺たちを見下した態度に余計に腹が立つ。嫌な予感はこれだったのか。しばらく物思いにふけっていると、ある考えが浮かんできた。俺は分かりましたと了承する。後藤は満足そうに、分かればいいんだよ、分かればいい勉強になっただろう。本当にいいんですね。俺は達夫に確認する。達夫はええに決まってるだろうと電話をガチャ切りした。受話器を下ろし、俺は顔を上げにやりと笑い、友人たちに片っ端から電話をかけた。その後工場に向かい、事の顛末をみんなに説明した。マジかよ、3億だぞ、こんだけの量の在庫どうすんだよ。工場内にいたみんなが親父や俺に詰め寄ってくる。頑張ってくれたのにみんなごめん。俺がもっとしっかりしていたらこんなことには。実は俺はみんなに頭を下げる。頭を上げた俺の顔は笑顔にあふれていた。俺には次の考えがあったのだ。それを親父やみんなに話す。みんなもすぐに納得し、すぐさま次の行動に移ってくれた。しばらく経ったある日の朝、新聞を読んでいると、そこには A 社の記事があった。記事を読むと、 A 社から発売された新製品がリコールになったと書いてあった。どうやら A 社がうちの注文をキャンセルして使用した C 国から買い取った部品が粗悪品だったらしく、その部分の機能が動作不能を引き出してしまったらしい。歪みがあったり欠陥があったり、また低品質な金属を使っていたため、耐久性にも大きな問題があったようだ。そのせいで A 社の製品は不具合が生じてしまい、リコールの嵐となってしまったようだ。損害賠償は数十億にも上るらしい。 C 国の製品なんか使ってるからリコールになるんだよな。会社の休憩室では A 社の話題で盛り上がっていた。他の会社の人間からの情報やいろんな噂など、そのほとんどが A 社の黒い噂話だった。そんな話をしていると、おい、あいつはどこだ。血相を変えた様子で受付のお姉さんに怒鳴りつける声がした。受付のお姉さんはひょうひょうとしたまま俺の方に目を向け、あちらですと手を差し出した。さすが着物座った姉さんだ。ちなみに俺の姉だ。休憩中の俺たちのところに突然押しかけてきたのは、案の定 A 社の社長後藤達夫だった。達夫の後ろには申し訳なさそうに正志さんがペコペコとしていた。俺っすか。俺は缶コーヒーを持ったまま
あっけらかんとした態度で後藤の前に出る。俺が舐めた態度でいるにもかかわらず、全然気にも留めない様子で突っかかってきた。おい、この前発注した商品を出せ。よーく出す。早く。達夫はこの前発注した部品を買い取ると横柄な態度を変えぬまま、まくし立ててくる。俺はみんなと目を合わせる。ニヤニヤとみんなもしていた。ああ、あの部品ならもうありませんよ。なぜだ。5000個だぞ。売れるはずないだろう。それが別の会社に買い取ってもらえたんですよね。俺は平然とした態度で達夫に言い放つ。実はキャンセルが出た時に、地元ネットワーク、通称ダチネットを駆使して他の契約先を探していた。その時に A 社と競合している B 社がぜひ使いたいということで、全て買い取ってくれたのだった。金額も A 社より5000万ほど上乗せしてくれた。うちの製品を使った B 社は丈夫で精密で安心して使えるととても高い評価をしてくれた。さらにこの先も使いたいということで追加発注までしてくれている。また別の製品の部品もぜひお願いしたいとたくさんの注文を受けたばかりだった。新開発の機械を作る時もぜひ相談させてもらいたいと長い付き合いを約束してくれたんだ。一通り話し終えると達夫の顔は青ざめていた。しかも以前締結した契約書にはキャンセルの場合はいかなる理由があろうと全て発注先が損害を負担すると記載されていた。そんなこと一切。書いてありましたよ、社長。達夫が適当にしか契約書を読んでいないことを知り、正さんは呆れていた。むしろ目を通してすらいないんじゃと俺は思った。だからあの時本当にいいのか念を押したのに。俺たちの会社はキャンセル料を支払ってもらい、さらに B 社に製品も売れた。他の会社にも製品の良さが伝わり、業績も上がった。一石二鳥、いな、一石三鳥とはこのことだな。俺の会社は特別な合金を使用しているため、製品の耐久性は折り紙付きだ。一個一個職人の手で作られているため、歪みや欠けもなく完璧な状態で納品される。部品が原因のリコールなんて起きるはずもない。自分たちの仕事に誇りを持ってやっている。どこもわしの注文を受け入れてくれんのだ。助けてくれ。達夫は他のどの工場も自分の注文を受け入れてくれないと泣きついてくる。部品が入らないからリコールが来ても直せない。新しく作り直すことも困難だと泣きじゃくる。工場だけでなく他の企業も A 社との取引に消極的で、発注先すらなかなか見つからないそうだ。そりゃ、だってこの前あなたにされたことを注意喚起として共有してますからね。缶コーヒーをぐびっと飲んで答える。え？達夫は鳩が豆鉄砲でも食らったように目を見開き聞き返してくる。キャンセルされた日、達夫からの電話が切れた後、俺はダチのところに電話をかけた。もちろん電話の内容は A 社の社長後藤達夫が3億円の契約を納品当日にドタキャンしてきたことだ。俺の高校時代の同級生や友人たちの中には地元の工場や中小企業で働いている者が多い。そのためちょっとしたことでもダチネットで情報がすぐに共有される。 A 社の社長が3億円もの契約を破棄したということはあっという間に広まった。次は自分たちのところが被害を被るかもしれない。そんな会社とは縁を切りたくなるのは至極真っ当な話だ。もちろん契約者を交わす時の横柄な態度も添えてな。俺の話にうなだれる達夫。するとそこに親父がやってきた。変わってないな、お前は。三上。うなだれる達夫の前に親父がやってきた。親父の話では二人は小学校と中学校の時同級生だったようだ。うちの会社と同じように
達夫のところも A 社を先代が立ち上げた。親の七光を体現していた達夫は、昔から町工場の親父たち下請けをからかっていたのだという。お前はずっと俺たちのことを見下していたな。貧乏人とか汚い工場とか底辺とか散々言われたのは今でも覚えている。でも俺は家族を養ってここまで来れたし、息子も大学まで卒業して立派に後を継ごうと頑張ってくれている。新しい風を取り込んでくれてな。俺は自分の仕事に誇りを持っているんだ。この仕事が日本を支えていると自信を持って言える。そりゃお前からしたら取るに足らない小さな部品に見えるかもしれないが、小さな部品一つ欠けても機械は動かない。大きなものを動かすには小さなものの力が必要不可欠なんだ。うちみたいな町工場でも飛行機の部品だって作れる。あんまりバカにすんじゃねえ。じきにでっかいしっぺ返しが来るからな。もうしっぺ返し来てるよ親父。親父は達夫に言い放つ。親父の言葉にさらにうなだれる達夫。おえつしながらどうにかしてくれないかと親父に泣きつき頼み込んでいた。うちだって暇じゃないんだと一蹴する。しかし優先順位が一番最後でいいならと不気味な笑みを浮かべ情けをかける。ありがとうございますと親父に土下座しながら感謝する達夫。しかし他の会社にも契約を切られている達夫はこれから謝罪行脚となるだろうな。果たしてこの先も社長でいられるのか。無理だろうなと俺は思いながら親父と達夫を見ていた。本当にご迷惑をおかけしました。すると達夫の近くにいた正志さんが俺のところに来て頭を下げてきた。いやぶっちゃけうちに実害はないし、むしろ儲けさせてもらってるわけで。父は祖父の仕事に興味もなく、祖父の権力だけを見て育ったと生前祖父に聞いていたことがあるんです。正志さんが俺に聞こえるように語る。正志さんのおじいさんは立派な経営者だったようだ。小さいながら品質に妥協せず良い製品を作っていた。良い製品を作るには良い部品、品質が大事。そのことを息子の達夫には教えることができなかったと。わがままに横柄に育ってしまった。お前は父のような人間にはなってほしくない。正志さんは何度かその話を達夫に話したみたいだが、全く聞く耳を持たず利益しか求めない経営者になってしまったんだと。今となっては自業自得ですよね。正志さんは呆れた様子で達夫を眺めながら、これからは僕が会社を立て直していきます。それが息子としての償いです。正志さんは俺に自分の決意を話した。こうして一連の騒動は幕を閉じた。その後の話だが、達夫は関係各所をめぐっては謝罪行脚の毎日。どこも話すら聞いてもらえず門前払いを食らいそうになる。それでも何とかお願いして話を聞いてもらい、謝罪をしては次のところに赴いていると正志さんから状況を聞いた。達夫は社長職を退いて新しい社長には正志さんがついたと聞いた。正志さんならうまくやれるだろう。正志さんはいろんなところに行き誠心誠意を込めて営業しているらしい。 A 社の業績はすっかり下落しているため大変なことに違いないが、正志さんは粘り強く頑張っているようだ。俺は親父にどうして達夫を許したのか尋ねると、悪いのはあいつだが A 社の従業員の生活を考えるとな、鬼にはなれなかった。リコールとうちへのキャンセル料でかなりの損害も出ていることも分かっていたからな。あいつが社長職を辞めさせられることもなんとなく分かっていた。これからのことを考えるとあまり意固地になるのも良くないと思ったんだ。親父、自分のところの従業員だけでなく A 社の従業員のことも考えて達夫のことを許したのか。俺には到底真似できないことをさらっとする親父には
やっぱり叶わないなと感じた。上に立つ者は決して自分の感情だけでなく、後々のことを見据えて判断することが必要なのだと親父の背中を見て教えられた。うちの会社はあの後も B 社からの注文が定期的に続き、 B 社からの評判を聞きつけた企業が我が社の部品もと注文が殺到し続けた。仕事量が大幅に増えて従業員の数が足りなくなってきたうちの会社のために、俺は近所の閉めた工場の人たちに声をかけて職人を再びやれないかと聞いて回った。すでに別の仕事をしている人もいてなかなか集まらなかったが、それでも昔からのつてで何人かは復帰してくれた。さらに求人に募集をかけたり、ダチネットワークを駆使して新しい職人さんを募った結果、従業員も倍くらいに増えて会社の規模は大きく膨れ上がった。社屋を建て直し、工場も今より2倍ほどの大きさになった。全自動の機械も導入し、生産力はさらに膨れ上がった。機械で作るものにはやはり限界があり、品質に不安はあった。だから機械で作るものはどこかの部品にはせず、単体で使えるものを作るようにした。あのまま A 社と契約していたら3億の契約だけで終わっていたかもしれない。 A 社というか正志さんに少し同情しちゃった俺は、 A 社に格安で部品の納品を受注することにした。 A 社が立ち直れるくらいまでは手助けしたくなった。親父が A 社の従業員を気にしたように、俺は正志さんがかわいそうで仕方なかった。正志さんとはこれからもいい関係でいたい。あの人は大丈夫、そんな予感がした。俺の予感は意外と鋭いらしく、よく当たったりするんだ。みんなからは坊ちゃん甘すぎると言われたが、誰からも反対はされなかった。ありがとうみんな。俺はいつかロケットの部品を作れるくらい大きな会社にしたいと気持ちを高ぶらせ、今日も金属を加工する。どんな小さな部品一つでも欠ければ機械は動かない。一個一個の品質が大事なんだ。俺たちが作っているものはそんな大事な部分なんだ。今まで以上にこれからも誠心誠意魂込めて作っていきたい。そしてゆくゆくは宇宙に俺たちが作った部品が行く日を夢見て、俺はじいちゃんや親父が作り上げてきたこの工場が好きだ。まだまだじいちゃんや親父の足元にも及ばない俺だが、これからもここで技術を磨き、いずれは親父越えをしたい。その積み上げてきたものを大切に、これからも頑張ろうと思う。サトル、 D 社から電話よ。姉からの呼び出しに答え、作業を止めて電話に向かう。お電話変わりました、三上です。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。どうしてこの子がこんなところに。ゴミ捨て場に倒れていた幼い子供を引き取った俺は、慣れない育児と仕事の両立ができず、とうとう仕事中に倒れてしまった。助けてくれた部下の女性が駆けつけた子供を見て驚愕。言葉を失った理由は想像を絶するものだった。そしてこのことがきっかけに俺の人生がまるっきり変わるなんて思いもしなかった。俺は E の俊樹、都内の広告代理店に勤務する30歳独身だ。仕事はかなりの激務で、毎日残業が当たり前の環境。大変なことも多いものの、信頼してくれている上司や部下、同僚たちに恵まれて、やりがいを持って楽しく仕事をしている。つい最近まで学生時代から長く付き合っていた彼女がいたものの、毎日の残業で連絡を怠ってしまったため振られてしまった。それもあり、今はさらに仕事に没頭する毎日だ。そんな仕事人間の俺が今一番気になっているのは、直属の部下である佐藤夏実だ。
彼女は新卒ながらよく気が利いて仕事も丁寧でとても早い。入社したばかりの4月は表情も乏しく少しとっつきにくい印象があった。おはようございますとお先に失礼しますくらいしかまともに声を聞くこともなかったが、一緒に仕事しているうちに慣れてきたのか心を開き始めてくれているのか、少しずつ表情が柔らかくなりコミュニケーションが取れるようになってきた。ある日、会議室に忘れ物をして取りに行こうとした時、女性の嫌がる声が聞こえて恐る恐る中を覗いた。そこには怯える夏美と、そんな夏美の肩に手を置こうとする他部署の男の姿が。確かあの男は女好きで有名。やめろ、嫌がってんだろ。目をつぶって震えている佐藤を見たら放っておけず、男の手をつかんで二人の距離を離した。男は文句を言いつつも分が悪いと思ったのか逃げていき、俺は夏美と二人きりに。大丈夫か？はい、助けてくださってありがとうございます。いや気にすんな。それより顔色が悪いけど体調が悪いのか？もうすぐ休憩も終わるけど早退するか？いえ大丈夫です。しゃがみ込んでいた夏美が立ち上がるのに手を貸そうとするものの、先ほどの怯えている姿を見たらそれはできなかった。無理はすんなよ、急ぎの案件もないし俺に仕事振ってくれていいから、しんどかったらいつでも言って。ありがとうございます。消え入りそうな声に笑顔を向け、手を貸す代わりに偶然買っていたコーヒーを夏美に渡した。その日の終業後、夏美が改めてお礼を言いに来た。もしかしたら何か悩みでもあるのかと思い、帰るのを引き止めて少し話すことに。人見知りなのかと思い本人に聞いてみたところ、そうではなく昔から男性に対して苦手意識があるんだと話してくれた。しかし夏美は目鼻立ちがはっきりした美人で、スタイルも良くとてもモテる女性だ。そのため密かに夏美を狙っている男性社員も多く、先ほどの男のように部署問わず入社直後から積極的にアプローチを受けているのを知っている。ただ口説くために距離感が近い男性も多いらしく、そういう人には恐怖心が勝ってしまい、うまく会話ができず結果的にお高く止まっているなんて嫌味を言われてしまうこともあるらしい。いつもなら一度断れば諦めてくれるのに、先ほどの男は押せばいけると思ったのか、何度も食い下がってきて怖かったのだという。それじゃあこんな男ばかりの部署つらいだろう。普段は仕事に私情を挟むつもりはないですし、仕事中にそんな近い距離感になることもありません。だからそれは問題ないんです。そうか。とはいえもしかしたら俺も近い距離で会話したことがあったんじゃないか。無意識に夏美を怖がらせてしまったことがあるかもしれない。そう思って謝ると、俺はいつも適度な距離感があるからむしろ慣れてきたのだと教えてくれた。助けてくださったのが飯野さんで本当に良かったです。ありがとうございました。どういたしまして。困ったことがあったらいつでも言って、俺でよければ力になるから。詳しいことはわからないが、もしかしたら男性絡みで過去に何かあったのかもしれない。そんな夏美を気にかけながら仕事をしている中、いつも通り遅くまで残業をしてギリギリ終電に間に合った
ある日のことだった。最寄り駅で電車を降りた俺は、自宅までの道中にあるコンビニのゴミ捨て場に何か大きなものが落ちていることに気がついた。こんなところに粗大ゴミ？いつも通る道だが、見慣れないものに違和感を覚えた俺は、恐る恐る近づいてみた。すると、そこには粗大ゴミではなく、一人の人間、それも小さな子供が倒れていた。背丈を見るに、まだ就学前、幼稚園児くらいじゃないだろうか。ガリガリに痩せ細っていて、着ている服は薄汚れていて、お世辞でも綺麗とは言えないものだった。服装や髪の毛の短さから男の子のようだ。しかし、なぜこの時間にこんなにも小さな子供がこのような場所で倒れているのか。それはわからないものの、俺はその小さな少年を放っておくことができずに、慌てて駆け寄り声をかけた。最初は返事がなかったものの、呼びかけながら数回軽く肩を叩くと、小さなまぶたがピクリと動いた。もう一度呼びかけると、ほんの少し体を動かした少年。次の瞬間、その小さな体からぐーっと音が鳴った。お腹が空いてるのか？見たところ、血を流すような怪我をしているわけでもないし、どうやらひどい空腹のようだ。待ってろ、今何か買ってくるから。一声かけて、慌てて目の前のコンビニに飛び込んで、お弁当やおにぎり、小さな子供が好きそうなオレンジジュースやお茶を買った。それを持って少年のもとへ戻ると、目が覚めたのか体を起こしていた。そっと近寄ると、俺に気づいた少年は警戒心を隠すことなく俺をにらみつけてくる。しかしその体が震えていることに気がついて、俺のことを怖がっているのだと感じた。大丈夫、怖いことも痛いこともしないから。お腹空いてるんだろう、おじさんと一緒に食べよう。袋ごと差し出すものの、なかなか受け取ってもらえない。中身が見えないからだろうかと思い、袋から取り出したおにぎりのフィルムを開けて少年に差し出す。鮭しか売ってなかったんだけど、食べられるか？すると少年の喉がごくりと唾を飲み込んだのが分かり、恐る恐る手を伸ばしてきた。それに笑顔を返しておにぎりを渡すと、まるで犬のようにすごい勢いでむさぼるように食べ始めた。誰も取らないから、ゆっくりよく噛んで食べな。その体型や身なりを見れば、満足な食事が与えられていないのは容易に想像がつく。こんな時間に子供が一人でこんなところにいるのも、食べ物を求めてきたに違いない。そう思ったらどうしようもなく苦しくなり、お弁当の蓋を開けてスプーンを手渡した。喉も相当渇いていたのだろう。ジュースだけでなくお茶もほとんど飲み尽くした少年は、お腹が満たされて落ち着いたのか、ごちそうさまとつぶやいて俺の隣にちょこんと腰掛けた。まだ完全に警戒心を解いたわけではなかったようだが、おじさん、いいの、としきって言うんだ。君の名前聞いてもいい？と声をかけると、小さな声で答えてくれた。名前は健吾。年を聞けば右手をパーにして見せてくれた。5歳か。幼稚園とか保育園に行ってるのかな？ううん、行ってない。そうか。
どうしてここに倒れていたのか聞いてもいいかな。わかんない。お腹が空いて食べ物探しに来た。ここに倒れていた経緯を聞くに、どうやら家を抜き出してきたようだ。さらに聞いていくと、まだ5歳なのにここ数日何も食べていなかったというから驚いた。空腹が限界で公園の葉っぱを食べようとしたらまずくて吐いてしまい、食べ物を探してさまよっている時にここで倒れてしまったのだそう。車道や危ない場所で倒れなくてよかった。しかしどうしてこんなに幼い子がそんな苦労をしないといけないのか、そう思ったものの、今日はもう遅いためひとまず家まで送り届けることに。しかし立ち上がろうとしてもなかなか帰りたがらない。それどころか俺のスーツの裾をつかむ小さな手が震えていた。帰りたくない。胸が痛む言葉にどうしようか考える。親御さんも探しているだろうし、警察に連れて行くしかないだろうか。でも帰りたくないと言っているし、困ったな。思わずつぶやいてしまった俺に、ごめんなさい、僕帰ると健吾は諦めたように立ち上がって家まで案内してくれた。たどり着いた先は児童養護施設だった。大きな施設のインターホンを鳴らすと、一人の中年女性が出てきて健吾を見るなり顔を歪める。こんな時間にどこ行ってたのよ。ごめんなさい。いいから入りなさい。他人でもわかる面倒くさいという感情が見え隠れしているその女性は、挨拶もそこそこに健吾を引き取ろうとした。しかし健吾はなかなか俺の腕から手を離そうとしない。痛い。もう早く入りなさい。とうとう女性に無理やり引き剥がされるように中に入れられた健吾を見て、俺はとっさに、健吾くん、また一緒にお話ししようなと声をかける。こくりとうなずいた健吾は今にも泣きそうな顔をしていた。次の日、健吾のことが気になりつつも、あのコンビニの前を通った時、健吾くん、おじさん。ゴミ捨て場に隠れていたのか、俺の目の前に健吾が走ってきた。どうした、また抜け出してきたのか。うなずいた健吾に、俺は昨日と同じようにコンビニで弁当を買って一緒に食べた。それからというもの、ほぼ毎日のように健吾は児童養護施設を抜け出しては俺の帰りをゴミ捨て場で待っているようになった。明日は来ちゃダメだよ。児童養護施設に送り届けながらそういうものの、僕が来たら迷惑？と揺れる瞳で聞かれて言葉に詰まる。そういうわけじゃなくて、ほら施設の人も心配するだろう。あの職員の女性の態度を思えば、そんなことを言っても健吾を傷つけるだけだと気づいた時にはすでに遅く。僕のことなんて誰も心配してないよ。5歳の子供の口から出たとは思えない諦めにも近いその言葉がしばらく頭から離れず、それ以上は口ごもってしまう。それどころか暗い中でも日に日に健吾の体に傷やあざが増えてきているのが分かり、俺はそれが気になってもうここに来てはいけないと強く言えずにいた。
とある休日の朝、俺は健吾の様子が気になって児童養護施設を訪れていた。あんな小さな子供が食べ物を求めて夜中に抜け出すなんて普通じゃない。きっと何かあるはずだ。そう思いながら大雨の中、施設の玄関に近づくと、小さな影が傘もささずにぼーっとしているのが目に入る。健吾くん？おじさん？まさかと思い声をかけると、呼びかけに気づいたのか俺のもとに急いで走ってきた。しかし雨のせいなのか、ぬかるんだ地面で足がもつれて今にも転んでしまいそう。慌てて小さな体を抱きしめると、どれだけの時間外にいたのか体は冷え切ってしまっていた。大丈夫か？怪我はないか？うん、大丈夫。ありがとう。このままじゃ風邪をひいてしまう。健吾を中に入れてもらおうとインターホンを押すと、見慣れた中年女性がいつもと同じようにめんどくさそうに出てきた。どうして大雨の中外にいたのか聞くと、健吾が食事を粗末にしたから、その罰で外に出したのだという。しかし健吾は大きく首を横に振り、実際は他の子がわざと健吾の食事を床に落としたのだと教えてくれた。しかしそれを訴えても職員は聞く耳を持ってくれなかったのだと。寒さに震えながら必死に俺に訴えかけてくる健吾が嘘をついているようには見えなかったものの、女性は健吾が注意していなかったのが悪いのだから、今日の食事はもうないと吐き捨てて中に入っていく。それを追いかけて健吾がタオルで頭を拭いて着替えている間に、女性に健吾のことを尋ねることにした。女性の話では、健吾はこの施設に預けられたわけではなく、施設の前に捨てられていた子なのだという。おくるみに健吾とだけ書かれ、生後間もなく捨てられたらしい。生年月日もわからず、捨てられていたため保護者もわからない。苗字もなく、もう5歳なのに戸籍もないのだと言われた。そんなにあの子のことが気になるのなら、いっそのことあの子を引き取ってください。あの子もあなたには懐いているようですし。もういいですか？こっちは人手不足で忙しくて、一人の子に構ってる時間はないんです。吐き捨てるようなその言葉にふつふつと怒りがこみ上げてくる。普通そういう状況なら、施設側で市に連絡して苗字をつけてもらい、保護した日を誕生日とし、戸籍を登録するものではないのだろうか。福祉や行政に詳しくない俺でも、昔テレビでそんな話を見たことがあるから知っている。小さな子供たちの命を預かっているのだ。人手不足だからといって、それをずさんな対応をする免罪符にするのはおかしいじゃないか。健吾はおそらくその境遇が原因で、他の子供たちに仲間外れにされているんじゃないのか。日に日に増える傷やあざも、それが原因なんじゃないのか。だとしたら、こんなずさんな対応の施設に健吾をこのまま預けておくわけにはいかない。俺はそう決意しながらも、つい最近別れた彼女のことを思い出していた。彼女とまだ付き合っていた頃、一度彼女が妊娠したことがあった。結婚して二人で一緒に新しい命を育てていこうと喜んでいた矢先、5週目を目前に流産してしまった。
それがちょうど5年前のこと。もしあの時の子供が無事に生まれてきていれば、健吾と同じくらいの年頃だったはず。その記憶と目の前で苦しむ健吾が重なり、放っておくことなんてできなかった俺は、健吾を引き取ることを決めた。それから俺は健吾を引き取るために動き始めた。とはいえ、何から始めればいいのかよくわからないし、あの施設自体の環境が気がかりだった。そこで弁護士をしている友人に、健吾を引き取りたいことと、あの施設の環境をどうにかできる方法はないのかと相談した。児童養護施設の子供を引き取るには、里親登録をするか養子縁組をするしか方法がないこと。しかしそれはすぐにできるものではなく、最低でも数ヶ月は必要なこと。里親登録したところで特定の子を引き取れるとは限らないこと。さらには俺は独身男性だ。しかも血縁関係のない子供を引き取ろうとしている。それはほぼ不可能に近いことを教えてくれた。その言葉に落胆したものの、友人は一呼吸置いてから、でもと続けた。独身男性でも特例に当てはまれば方法がないわけじゃないこと。健吾の場合は施設に問題があり、健吾も俺に心を開いてくれていることから、児童相談所と連携したらどうにかなるかもしれないとアドバイスをもらった。施設のことも友人が手を打ってくれることに。まずは健吾との信頼関係を築くことが何よりも大切だと言われた。そのため健吾には夜抜け出さないように伝え、代わりに毎週末健吾のもとへ通うようになった。児童相談所と連携してどうにか条件をクリアして里親登録をした俺は、休みの日には健吾と一緒に日中外に遊びに行ったり食事に行ったりと、順調に健吾との仲を深めていく。次第に外泊許可が下りて一緒にいる時間が増えて、そして健吾、ん？俺と家族になろうか。家族？うん、俺が健吾のパパになってもいいか？僕のパパ？そうだ、いいかな。うん。健吾と初めて会ってから半年、児童相談所の力添えもあり、俺は無事に健吾を迎えることができた。健吾を引き取ってから俺はなるべく健吾と一緒に過ごす時間を作るために残業を減らすよう努力した。会社でできない分は朝早起きして家で作業をしながら健吾の支度をし、保育園に送り届けてから出勤。夜はなるべく定時、どんなに遅くなったとしても保育園のお迎えに間に合うギリギリの時間までと自分で決めて、休憩もそこそこに、仕事に邁進し最低限の残業で帰宅する日々。上司や同僚たちからは何かあったのかと心配されたものの、今は健吾のことで頭がいっぱいだった俺は、誰にも頼らず一人で日々をこなしていた。しかし慣れない育児に家事、削られていく睡眠時間と体力気力、今までとは違う仕事のやり方、俺の体が悲鳴を上げるのは必然だった。ある時ふと目が覚めると知らない部屋だった。真っ白な天井をぼーっと見つめているうちに正気に戻り、バッ
と体を起こす。しかし誰かに叱られるように無理やり寝かせられて、そちらに顔を向けた。どうやら看護師の女性だったらしく、ようやくここが病院であると理解した。するとドアが開き、一人の女性が入ってくる。佐藤。部下の夏美の姿を見て、そういえばついさっきまで夏美と仕事をしていたことを思い出す。飯野さん、仕事中に倒れてしまったんですよ。過労と極度の寝不足だそうです。そうか、どうやら俺は仕事中に倒れてしまったらしい。そうだ、健吾、佐藤、今何時だ？真っ先に浮かんだのは健吾の顔。今は何時だろう。何時間意識を失っていた？健吾の迎えに行かないと。こんなところで寝ている場合じゃない。腕に刺さる点滴の針を無理やり抜き、医師や看護師の制止を振り切り病室を出ようとした時、パパ、愛おしい声とともに病室のドアが開いた。健吾、パパ。健吾、ごめんな、心配かけて。涙で顔をぐちゃぐちゃにした健吾をぎゅっと抱きしめる。健吾の後ろから走ってきた保育園の先生の姿を見て、立ち上がって頭を下げた。先生、ご迷惑をおかけしました。ありがとうございました。いえ、お父さんが無事でよかったです。健吾くん、すごく心配していたので、たくさん抱きしめてあげてください。じゃあ健吾くん、またね。先生にさようならと挨拶した後、隙を見た看護師に再びベッドに戻されて、改めて点滴の針を刺された俺は、健吾をじっと見つめる夏美に気づき、健吾を呼んで紹介した。夏美は驚いたように健吾を見つめ、いくつか質問をし始めて、俺は首をかしげる。健吾のたどたどしい答えを聞いた夏美は、混乱しているような表情をしていた。すみません、仕事が残ってるのでそろそろ失礼します。ああ、本当に申し訳なかった。みんなには後で自分で連絡するから。わかりました、お大事になさってください。その表情について追求することはできず、会釈して足早に去っていく夏美を見送った俺は、点滴が終わるまで健吾とゆったりとした時間を過ごした。過労で倒れてしまってから数日後、俺は給食願いを出してしばらく仕事を休むことにした。幸いなことに、今まで仕事しかしてこなかったため蓄えはあった。健吾を見捨てることができずに引き取ったものの、自分の体調管理もできずに見切り発車だったのだろうか。悔しく思う俺とは裏腹に、健吾は一日中俺が家にいることが嬉しいようで、たくさんの笑顔が見られた。転職まで行かずとも、この笑顔を守るために残業のない部署や業務の負担が少ない部署に移動するべきだろうか。ここ数日ずっとそう考えていた俺のもとに、ある日夏美がお見舞いと称して訪ねてきた。健吾は最初こそ警戒していたものの、病室で会った人だと気づくとすぐに懐いて、夏美と一緒に遊ぼうとはしゃぐ。夏美も戸惑いつつも楽しそうにしており、その光景がなんだか眩しく見えた。健吾が遊び疲れて眠ってしまった時、そっと布団をかけた夏美が健吾を見ながら、ここに来た
訳を話してくれた。俺のお見舞いというのは建前で、本当は健吾に会いに来たという。どうしてかを尋ねると、言いにくそうにしていたものの、腹をくくったかのようにゆっくりと話してくれた。夏美が高校生の頃、母親が再婚した。最初は再婚相手とも適度な距離感で仲良くやっていたものの、ある時から再婚相手に乱暴されてしまうように、辛くて苦しくて悔しくて、でもそれを母親にどうしても言い出せなかった。そして夏美が妊娠に気がついた時には、すでに中絶できないところまで来てしまっていた。親には黙って一人で産んで育てよう、そう思って夜逃げ同然で家を出て出産、健吾と名付け、二人でひっそりと生きていこうと思っていた矢先に、生後間もない健吾が失踪してしまった。夏美の妊娠と出産を知っていた再婚相手が、夏美に黙って健吾をさらい、そのまま施設に預けてしまっていたのだった。預けた場所も教えてもらえず、母親からは感動され、居場所を失った夏美に残ったのは、男性に対する恐怖、生きることへの絶望、健吾に対する罪悪感だけだった。俺は夏美の話に怒りを通り越し、言葉にできない感情を抱きつつも、健吾が今までどのように過ごしてきたのかを順を追って話した。俺が健吾に出会ったのも偶然で、あの偶然がなければ今も健吾は苦しみの中でもがいていただろう。夏美はそれを聞いて大粒の涙を流し、夏美は何も悪くないのに寝ている健吾に何度も謝っていた。そんな姿を見ていたら、やっぱり放っておくことなんてできなくて。健吾は今信用できる大人が少ないんだ。だから佐藤さえよければ、たまに健吾に会いに来てやってくれないか。え？もちろん健吾を混乱させたくないし、佐藤にも思うところがあるだろうから、佐藤が健吾の母親だってことは黙っててもらいたい。夏美は涙をこぼしながら数回うなずいた。それからというもの、俺は部署の異動願いを申請。事情は伏せていたため、さまざまな憶測が流れたものの、無事に残業の少ない部署に移動することができた。毎週末には夏美と健吾と3人で出かけたり、食事に行ったり、家に呼んだ時にお礼と言って作ってくれた料理がとてもおいしくて、健吾と2人であっという間に完食したこともあった。健吾もよく懐いていて、夏美が帰ろうとすると寂しそうに見送ったり、ドアが閉まった後に、次はいつ来る？と泣きそうな顔で俺にすがったり、そんな健吾の姿を見ていられなくて、俺から夏美に連絡する頻度が増え、必然的に夏美が遊びに来る機会も増えた。夏美が料理を作り、後片付けを俺がやる。皿を洗いながら二人が遊んでいる姿を眺めるのが、なんだか幸せに感じて。気がつけば週のほとんどを三人で過ごすようになっており、半同棲に近い状態になっていた。そんなある日、健吾が眠ったのを確認した後、リビングで夏美が、いくら健吾の境遇がひどかったとはいえ、どうして赤の他人である健吾を引き取ろうと思ったのか、と尋ねてきた。俺はしばらく沈黙していたものの、別れた彼女との子供が残念な結果になってしまったこと、
そしてもし無事に生まれていれば健吾と同じくらいの年頃だったことを話す。当時は結婚も考えていたものの、相手は流産してしまったショックで塞ぎ込んでしまい、俺は仕事に逃げるようになってしまった。ちょうど新しい大きな仕事を任されていたこともあり、仕事中心になってしまい、彼女をおろそかにしてしまった。その結果、気づけば彼女の気持ちは離れ、浮気されて別れを告げられてしまったのだった。そのショックを忘れるためにまた仕事にのめり込んでいた矢先、健吾に出会った。もしかしたら運命なんじゃないかと思った。見捨てることなんてできなかった。出会った当初は生まれてこられなかった子供と健吾を重ねてしまったこともあった。だけど今は本当に健吾のことを大切に思ってる。実の息子のように思ってるし、何不自由なく育ててやりたい。だけど寂しい思いをさせていることも分かってる。急に父親になったから今も自分の選択が正しかったのか不安に思うこともあるし、これから先も同じだと思う。だけど俺は健吾を幸せにしてやりたい。今思うのはそれだけだよ。夏美は俺の思いを聞き、自分の胸に秘めていたであろう思いを教えてくれた。夏美の母親は昔から男にだらしなく、夏美が幼い頃からお金だけ置いて遊びに行ってしまうような人だったそうだ。何度も父親も名字も変わり、乱暴されて妊娠して出産、そして健吾を育てようと決意した矢先に取り上げられてしまい、罪悪感と後悔に押しつぶされそうになりながら生きてきた。大切なものも守れなかった自分に存在意義などあるのかと疑問を感じていたのだという。涙を流す夏美の背中がすごく小さく見えた。思わぬ形ではあったけれど、健吾と再会できたことは彼女にとって生きる意味を見出す後押しになったようだった。最初は一目見るだけにしようと思っていたらしい。健吾が幸せな生活をしているのならもう関わらないようにしようと思っていたようだ。だけど会えば会うほど愛おしくて可愛くて、ついまた会ってしまうこと、これから先もできることならこの関係を続けていきたいこと、今こうして健吾が笑顔で暮らしていること、健吾と俺が出会えたことに感謝していると言ってくれた。母親の再婚相手との関係のため健吾の母親だということは墓場まで持っていくつもりだと言われ、それには俺も同意した。今までたくさん苦しんできた健吾にそんな事実を伝える必要はないだろう。今まで自分のことばかり考えて、母親としてあの子に何もしてやれなかった。これからは健吾の幸せのために何でもしてやりたいんです。そう笑った夏美の表情は母親そのものだった。しばらくして健吾を引き取る時にアドバイスしてくれた弁護士の友人から連絡があった。あの児童養護施設の内部事情が明らかになり、そのずさんな管理体制や職員の問題が明るみに出て閉鎖することになったそうだ。預けられていた子どもたちの心配をしたものの、どうやら他の健全な養護施設に数人ずつ移動する形で引き取られたらしい。おそらく他の子どもたちの心にも何か傷があるだろう。それは新しい環境と時間が解決してくれることを祈るのみだ。
健吾の戸籍や名字に関しても友人が尽力してくれて無事に手続きも完了。これで本当に健吾は第二の人生を歩み始めたのだった。そんな生活を続けていたある日、保育園に健吾を迎えに行った時に先生からあるものを渡された。帰り道、ご機嫌な様子の健吾がそれを夏美に見せるんだと張り切っていて、私に？うん。健吾が待ちきれないとばかりに見せた一枚の画用紙。これ今日保育園で書いたんだって。ほらここタイトル見て。僕の家族と書かれたその画用紙に書かれていたのは、パパと書かれた俺の顔、そしてその隣にママと書かれた夏美の顔、その間に大きく書かれた健吾の顔。僕の家族、先生にも褒められたの。上手でしょ？その言葉に号泣してしまった夏美は、健吾を思い切り抱きしめて何度もありがとうと言った。そして健吾の気持ちを知った俺たちは、話し合いの末に結婚して本当の家族になることになった。数年後、部屋に飾られた僕の家族に目を細めて二人との出会いを思い返していた俺は、小学生になった健吾と妻になった夏美と家を出る。俺の隣を歩く夏美のお腹には小さな命が宿っていた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。